イグラドデジロンです。今回ナビ VS レネガドスというクランですね。レネガドスってクランは、ちょっと強かった気が、あれだね。ま、結構前の、最初かな、タウンホール15の、あれ、ケソカップだね。予選を突破してて、確かベスト8ぐらいまでは残ってた気がしますね。はい、そんなクランとの対戦です。早速やっていきましょう。はい、先行は対戦相手の方から、スーパーボーラーとウッドランチャーですね。エレクトロタイタン。オデヒースタートで12時からスタートしていきつつ3時にアーチャーカット。あとは特にユニット出さずって感じかな。まあ、どこまで行くかですね、これが。まあ、基本的には、この入りするなら食い火でもいいスタートなので、オデヒーを使うっていうことは、まあ、対空砲とかその辺まで見ていく感じになるのかな。おう、レイジまで行きました。なると、大砲カットまで見るのかな？兵舎も切って、まあ、この大砲切るとかなり綺麗にはなりますね。12時の区画っていうのが一切なくなるので。ここからスタートしていきます。アイスゴーレムとスーパーボーラー進めていって、ジャンプには1枚目ですね。で、ウッドランチャーを添えて突撃していくスタイルですね。キングは、サンジの方に入れていくつつ、援軍にいい角度でウッドランチャーが刺さってます。気持ちいいウッドランチャーですね。援軍全部吹っ飛ばしつつドームもかけて、この無敵時間でね、いろんなユニット進めていきたいですね。キングに対してもウォールブレーカー入れてってうまいですね。ここさあ、インビジブルタワーも発動していくということで、インビジブルタワーに対しても強いということで、結構ウッドランチャーの採用は刺さってますね。タンホールまでの道はこれで開いていきます。さあ、レイジも置いてきますが、エアスイーパーをされていることでヒーラーがだいぶ後ろに寄ってしまいました。クイーンにインビジブル、まあ結構進みが強すぎたのでタンホールの方に進んでくれたのはクイーンのみということで、まあ、スーパーボーラーは溶けてますが、逆にエレクトロタイタンとかね、もうウッドランチャーとスーパーボーラーのバウンドダメージが強すぎて施設がなくなったことで壁を殴っています。さあ、キングの方は対策がなかったことによってフィストで爆伸び中。これはなんだろうな、ライドラとかスーパーボーラー、あ、スーパードラゴンとか、タウンホールから突っ込んでくるタイ、あ、これガクじゃん、攻めてんの。逆だった。防衛見てんのかと思った。なるほど、ガクでしたね。道理でって感じ。伸びいいなと思って見てたんですけど。対戦相手だと思ってたら、こっちのアタックだった。なんかこの人うまいなと思って見てたら、ガクでした。さあ、最終的にはしっかり貫通させていって、もうね、対戦相手だと思っててもね、やっぱり身内の攻めってうまいっすね。やっぱり気づくと身内でした。さあ、相手もスーパーボーラー編成で、リターンが入ってますね。森尾さんがね、結構やってるタイプの編成ですが、3時からオデヒースタートして、特に他は置いてないかな。シューターを6時に置いてったって感じか。オデヒーに使うのかな、これは。あ、タンクイヒーを別動体でやっていくんですね。タンホールをカッサラウ。なるほど、面白いですね。オデヒーと完全別動でクイヒーをスタート。あ、レイジフリー、あ、クローク使っちゃう。なるほど、これはだいぶ思い切りのいいプランですね。さあ、回収をしていきまして持っていくと、いや、これは思い切りがいい。なかなかね、今のプランニングでクローク使っちゃうっていうね、そういう発想ないんじゃないかな。面白いですね。これはいいですね。ちょっと楽しみです。迫撃砲にシューター、まあどう転んでもこれ迫撃砲はかわせないですね。右も左も迫撃砲というところ。リクスケの処理はちょっと時間がかかっていきますが、ここでキングを使って戻していきつつ、ただここはストライカーとか持ってきてはいますが当てていかない。まあユニットたくさんいるんで処理できるでしょうみたいな感じかな。まあ、タウンホールを突破してはいるので、そうなると確かにクロークを残す意味っていうのがね、まあ、タウンホール残ってる時と比べると減ってくるって感じかな。まあ、この入りするなら確かにウッドランチャーとかじゃなくてシューターの方がいいかもしれないですね。さあ、なんかイエティよくそこまで入ったね。相手のクイーンに反応してそうなったのかな。さあ、いいトーム、これはいいトームですが、トルネードも巻き込まれているので、ちょっとトームと無効化されてる感じですね。11効果みたいな感じで。さあ、ここはスーパーボーラーがバウンドダメージも奥に入れつつ、フリーズを使ってもう1枚使っていくかな。反対サイド特に使わなくても進んでくれたので、レイジでご利用していく。あー、結局打つ。いやー、でもこれ確かに強いな。クイーンの方はね、もう当然クロークは使っているので、
あれなんですけど、タウンポイズン受けないんでね。結構スーパーボーラー編成のクイーンが止まる要因ってタウンポイズンで止まることが多いっすよね、反対サイドから攻めた時って。それがないのは結構強いな。まあ、こうなった時に弱いっすね。クロークがないのでここで救えないのはちょっと弱いポイントではあるんですけど、もうロイヤルチャンピオンがね、能力残した状況で回るっていうところで。ありだな、これ。これ面白いな。面白いね、これ。いいプランかもしれない。うん。まあ、ヒーラーとか出すとね、タウン周りって結構ホーミングもあったり、リスクもあるところだし、ホーミングチェックのバルーンとかは、弱いよね。出すと余計なもの釣ったりとか、タウン起動とか。うん。いや、僕個人としてはね、初めて見たっすね。初手でクロックを使ってのリターンは。面白い発想だったかなというところで。クラウス、おー、スーパーボーラーとかではなく、通常のボーラーを使うアタックも相当珍しいですね。さあ、オデヒーのコウモリ編成。懐かしいですね。昔はこういう編成結構あったんですけど。さあ、イエティとベビドラで、クジ顔をがっつり削っていこうというところ。オデヒーは、まあ、シンプルサイドカットでユニットを入れていくためのものですね。うん。対空砲までイエティで削れそうですかね。はい、ナイス。両サイド対空砲削っていって、ウィズ島まで削ると、綺麗にはなりそうではある。レイジは使いたくないですね。1枚しかないし。あー、そう恐れるんだ。タウン周りの方を、うん。まあ、もうこれ諦めてクイーンに引っ張っていきつつ。クジの方から入れていきたいんですけど、ここで一度ウィズ島で戻っちゃうかな、どうだろう。アイゴレテーし、うん、ウィズ島で戻りますね。まあ、そうなると、ここから入っていくんで、本体と別動で動くことになりますので、フリーズかな、一発。フリーズ、ボールブレーカーはないので、ジャンプで真ん中届けつつ、突撃艦をタウンホールまでっていう流れですかね。バルーンは、当てずにここから投げていく。うわー、ボーラーが HP だいぶ持ってかれてますが、ここでトームをかけていきます。ちょっとね、ホーミングチェックのバルーンとか待ってないので、気持ち早めに投げていきましたかね。トームかけていきましたかね。さあ、これはマルチ IT、エレクトロタイタンいないのか。うん。ポイズンも持ってきてないですね、エレクトロタイタンがユニットに入っているので。ただ、ジャンプ外にもかかるようにかけたことで、外周部に走っていってしまいました。さあ、これは苦しいですね。クローク打ちますが、奥のマルチ IT が触れなくなってくるかな、こうなると。バルーン3体はホーミングチェック用ではなく、ウィズ島を壊すように持ってきてるかな。2時のところ。フリーズ1枚。あ、でもロイちゃんもまだ残ってんのか。ジャイロイちゃんでそっちをケアしますね。中心マルチはさすがにコウモリ守るために使うことにはなっちゃいそうかな。だいぶ単体火力のところは伸びてきている。おでん像とか追ってくれますね、これで。マルチ IT のみになったらむしろロイヤルチャンピオンがね、潰れないので、いいですね。さあ、キングのターゲット取ってくれてるので、ロイヤルチャンピオンが投石に一切捕まらない。さあ、エレクトロタイタンもね、途中まで入ってきてたのでね、ニックスケの対策もしつつ、エアスイ折ったら即ブーメランですね。あ、インビジブルあんのか。ここはギリギリまで耐えていく。ここからブーメランかましていく形ですね。アーチャーターがこれで潰すことができて。さあ、リクスケに反応はしてくれましたが、まあ、どんどん新しいリクスケが飛んでくるか、先にビザードが処理をいたしまして、ちょっと苦しかったんですけど、ナイス全開ですね。カーソス。さあ、対戦相手61タイタン。違うかな、どう打つかね、それ難しいな。ランチャーだったらここ削って12時ユニット持ってって反対サイドここを削るようなイメージでね、ウッドランチャー通してってなるかな。うん。おってなると9時が結構終点で残るのと、クイーン投石区画、まあ間違いなくロイヤルチャンピオン短期で落とすには重い施設にはなってくるので、対策もされてそうですよね。リクスケとかテスラとか。どういう感じになるか。さあ、キングネクロを外周歩かせて。ボールは先に死んでしまいました。
さあタイタンたちが合流していきますが、ちょっとストライカーによって援軍連れて、援軍の角度が微妙ですね。さあインドラー、ユニコーンから焼いていく有能。うん、ユニコーンを落としたのは非常にいい功績です。さあウォールブレーカー2枚使って、これね、ウッドランチャー角度変えてんの面白いですね。うまい。ウォールブレーカー、ただそれ出しすぎて右の区画まで開けちゃうと、それる部隊できちゃうぞ。投げすぎたな、それ。ないない。あ、でもこれ、開けて、これ流れていいってことか、もしかして。流れる部隊と中心進む部隊別で考えてんのかな。だいぶリスキーだけど。あ、でもトーム残してるね、ここ。さあ、ここトームありですね。いいトーム。さあ、ユニットの方は、タウンホールまでは向かってくれますね。あとはロイヤルチャンピオンを無事合流する形を取りたいんですけど、あ、ロイちゃん出してますね、サンジの方から。ここはタウンポイズンは当たらないような形で、レイジはこっちに置いていく。さあテスラの方はちょっとだけ見えてるっていうか、もう削れてるのか。富士に対策はなかったですね。あー、クイーンは死んでいきつつ、ロイヤルチャンピオンはフリーズを合わせたいんですけども、ここで打ってきましたね。あー、投石が。とはいえこれはいけちゃうか。クイーン処理までやってくれて、キングの方はここでフェニックスが発動してたんですね。ジャイアントからのベビドラでクジをがっつり削っていくことで、投石の方へね、なくても向かわせていきたいというところ。フェニックスとかタイタンとかが結構まだ HP 残ってますね。最終的にはルートが良かったので、中心通ったユニットたちっていうよりは3時に流れたユニットたちですねが回ってきての全開です。ああ、さすよ。確かにこれやってたな。61タイタン確かにめっちゃやってた気がする、配信で。その時さあ森尾さん、スーパードラゴンですね、クイヒのスーパードラゴン。まあ、9時と、これは、6時の方を削っていくところですね。大砲早く切ってほしい。うん、ナイス。これ入るかな？ちゃんと入ってくれる？ああ、ナイス。素晴らしい。いい誘導。エイジターも先に解除ができて、対空砲まで行かないですね、さすがに。うん、重いね。12時の方にクイーンを展開していって、これどう展開しますかね。タウンホールを食い火で見ていくっていう形か、まあ、タウンホール側からスーパードラゴンを展開していくっていう形か、一応なんか両方ね、どっちから始めても食い火の動きをコントロールすることはできそうです。スーパードラゴン、タウンホール側から進めていきました。シューターの方はもう結構ターゲット入っちゃって、投石まで壊してほしそうなんですけど、うまくいかないですね、これは。インビジブルタワーはフリーズかけるかどうかですが、ここはフリーズはかけていきました、さすがに。ライドラと違ってチェインが入らないので、こういうところはね、インビジブルタワーの発動が起きないのはメリットの一つですね、ライドラとスーパードラゴンの使い分けみたいなところで。マルチインフェルノが両方隠れまして、うん、トラップによって死んでいったかな。フリーズをかけていきますが、どうでしょうか。さあ、レイジ置いて、フリーズはないので、使うならインビジブルかな、呪文は。いいインビジブル。さあ、モノリスもクラン城越しにぶっ飛んでいく、強すぎるスーパードラゴン。これはありだなぁ。あー、それいい。あ、いいぞ、スーパードラゴン。まあ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 。ハイチクロスまで追ったらマジで強すぎる。これはさすがに厳しいとは思うんですけど、だいぶダメージも入れてくれましたね。フロークはもうすでに使ってしまってるので、レイジをどこに使うかが結構キーになってきそうです。キングフィスト残ってるので、キングは一旦放置でよくて、まあ、クイーンに打つか、ロイヤルチャンピオンに打つかですが、この対地クロスをね、折ってくれてましたね。クイーンに打ちましたね。逆サイドからロイヤルチャンピオン展開。ちょっとこれは、クイーンの方がレイジ切れる形になってしまうのと、ストライカーちゃんと当ててる。ハイチクロスのターゲットを取ってくれてるので、裏からロイヤルチャンピオン刺していくという形。フィストでテスラのタゲも拾いに行って、先に隊長を降りたいですね。うん。さあ、あとはキングとクイーンが壁を殴って入ってほしいというところです。クイーンとキングどっちの方が壁殴るの早いかなと思って見てたら、キングが先に破ってからクイーンが攻撃をしていくと。
ナイス全開。森さんまだキングカンストしてないんですね。85だったよ今。さあ対戦相手クイヒーラバル、このクイーンのルートはかなり使われてますね。さあシューターは9時の方に置いていきつつ、ホグからのウォールブレーカーで大工のところ開けていく、非常にいいですこの穴け。キングを外周ちょっと、おお、神ホーミングチェック入った。今のなかったら面白いものが見れそうでしたが、まあ、このクイヒーというかこのクイーンルートさすがに使われすぎてるなってところで、あ、これもしかしてクイーンこっち入れたかったゲームどっちなんだろう。どうですかね今の。内側入れてタウンホールをキングで潰したかったプランなのかな、ちょっとわかんないですね。キングの使い道ここから出してここどうやってそっち持ったんやね、見てなかったけど。さあこれです。うん、でもこれ9時削るのはほぼほぼクイーンのルートこのルートで合ってると思うけど。シューターがここから、さあいいウォールブレーカーすぎる。それはレイジに乗って走ってきたウォールブレーカーはマルチ IT への道を作っていきます。非常にいい。ただ火力がねクイーンにめっちゃ入るのとレイジターンも入ってるので、まあここはクロークを使ってかわしていきつつ、ラバハウンドからのロイヤルチャンピオン角度をつけて、うまいうまいですね。さあフリーズ一発使いたいですね。ナイスフリーズ。さあクイーンの方は投石機の方まで進みつつ、いやーうまーい、これいいですね。レイジタワー入ってこっちもレイジ置いて、まあ、フリーズ系の呪文がないのでこれはねマルチ IT の攻撃はしっかり食らってトルネード巻き込まれてというところですが、数で押していきたい。さあマルチレイジタワーとトルネードとねかなり強かったですねここ。ただ裏からのバルーンもきつつ、クイーンの方もここから入っていってウォールブレーカー、ちょっと角度つけたかったポイントですねここは。ただロイヤルチャンピオンがこう止まんないかな。もうロイヤルチャンピオンとバルーンとガーゴイルと、ガーゴイルの群れとねウォーデンついただけで結構火力高いですからね。ガーサス。さあカズマくんはなんだこれは、クイヒーの異端型のスーパーバーバリアンですね。なんかすごい変遷きましたね。タンクイヒーかなとりあえず。いや今の相手うまかったですね。非常にレベルの高いアタックだったかなというところでした。まあ何度もね配信で使ってる配置なのである程度秘書権の攻めにはなってるとは思うんですけど、このまま3時の方も進み込むかな。イングッドランチャーを9時じゃない3時から刺しつつっていう感じかな。うん、この辺のコントロールもうまいですねさすがに。ここレイジインビジブルをフリーズかけることでしっかり突破してターンホール突破。はいはいはい。あ、クロスボウ隠れないんですね、美味しすぎる。これ折れそうだからほっといて折るの待ってもらうかな。スーパーバーバリアンで細かく施設カットしてますね。アーチャーターまで削り切って、うん、クロスボウまで追ってさすがにここで回収で持ってきて、これ早いねほんと、呪文が早い。これリターンの後のねクイーン置くの結構難しいんですけど、結構時間かかっちゃうんですけど、上手い人たちはね早いねやっぱり。ウッドランチちょっと角度をつけてというところ、他の人たちのやつもね結構いってるんですけど、ナビのメンバーのね呪文タップはマジで早いですね。特に星さんとかクラウスのスケルトンインビジブル系の呪文はね他のクランより圧倒的に早いし、まあ、ガクとかはねコウモリ死ぬほど早いって昔めちゃくちゃ言われてましたね。カズマくんの今のリターンの回収からの展開もクソ早かったね。ウッドランチャーでマルチ IT を潰すというよりはウッドランチャーで中心のね反対のマルチとかダメージ入れつつ進めて
残ったところをレイジで飛ばしていくみたいな感じだね。さあ、ロイヤルチャンピオンもインビジブルで飛ばしていって、うま。クイーンのルートもしっかりできている。さらにインビジブル使って、あ、これインビジブルタワーか。クイーンの方はクローク使ってロイヤルチャンピオン。さあ、投石まで突破しつつ、スケルトンの呪文もあって、ここに対してスーパーバーバリアンがまだたくさんいる。どんどん展開していて、これうますぎるな。これプランすげえな。めっちゃうめえな。いや、うますぎる、これは。うま。いや、めちゃくちゃうまかったですね、今のね。ただ対戦相手もね、今のところね、ノーミスで来てるというところで、相手も非常に強いクランですね。スーパーボーラー編成。いや、面白いアタックも多いです。おお。結構外周部に罠を置いてるところもありますね。さあ、レイジ置いて、投石対地クロス、かなり上振れてます。援軍も全部連れて。突撃艦がね、かなり奥まで進んでくれたんでね、これめっちゃ美味しいっすね。さあ、イーグルの方にも軽くダメージが入って、軽くどころじゃないですね。重傷です。とんでもない重傷です。逆サイド、イエティ展開。ポイズンは持ってきてはいるんですけど、ここは使わないで温存していくというところ。ロイヤルチャンピオンに当たるリクスケとかに打っていきたいって感じですかね。キングを使っていって、エレクトロタイタン。ワンチャンジャイ1とか使ってあげてもよかったところかな、これ。キングちょっと消耗しちゃいますね、これ。まあ、フェニックス型なので、まあ死んじゃってもいいかなっていうところですかね。リスト使って、本体進んでいきました。イーグル砲の方はね、HP をだいぶ削られたので、一瞬で死にましたね。じゃあ、さあ、フリーズ。なるほど。うわ、フリーズ。これがラストフリーズですよ。さあ、ウォールブレイカースーパーボーラー軽くそれてますかね。内側入ったやつもこれで溶けそうですけど、モノリスに捕まってたので、ここはさすがにトームをかけていきます。さあ、インビジブルタワー隠したんですけど、先に折ることができている。フリーズがないんでね、この辺、インビジブルタワーの解除が先にできているのは激アツですね。さらにレイジを置いてタウンホールまで突破させたいんですけど、なぜかアイゴレにヒーラーがついている。キングの方は、ここでようやくフェニックスになるぐらい伸びてくれたんですね。下からロイヤルチャンピオンを展開していきますが、ヒーラー返してほしいですね。ロイヤルチャンピオンに今から移してほしいんですけど。なんでアイゴレついちゃったんだ、これ。みんなマックスだったのかな、HP。ホームかかったタイミングで。キングネクロ外周歩きつつ。スケルトンの呪文をちょっと早い気もするけど。キングのところと、おでん像のところ。さあ、ここアイゴレはなんかものすごい量のリクスケ出てますね。ポイズン打っちゃった。ポイズンは打ってしまった。さあ、ロイヤルチャンピオン能力がギリギリ温存してますが、ここで打っていく。さあ、リクスケの方はなんとか勝利ができまして。ちょっときついっすね。おでん像と速射 AT。ただ破壊率はだいぶ高いですね。90% を超えてきて。ちょっとこれは強いな。93%。金庫までいけるかどうかですが、間に合わず 93%。最終アタックなので、93% を超えれば勝ちが確定というアタックですね。星さん、61天才のラバルでウッドランチャーに切り替えましたってなると、片方を追って、このマルチ投石の方、投石じゃない。第一クロスの方片方追って、残った方にウッドランチャーっていうのが基本ですね。確かになんかこういう配置は最近同じような攻め方をしてたような気がする。イーグルキング、ウッドランチャーを反対サイドって感じですね。さあ、ここから展開していきます。うん、いいですね。ゴーレムも一応持ってきているというところで、ここで使っていく。腹の角度つけてウッドランチャー。サイン軍は出てくるんですが、キングの方で触れそうならポイズンまで打っちゃうし、って感じですね。まあ、触れなそうなので、ラバーハンドなので。ここは一旦、ステイ。ウォールブレーカー使っていきましたが、ちょっと援軍に釣られてクイーンの方はそれそうですかね。あー、戻ってきてくれた。
で、ここでちょっとでラバーと時間取られるんですが、イーリックスケルトン。クスケ採用、ストライカー1体目。ここはターゲット取ってくれましたが、うん。これは、右が捕まってましたが、潜れ。潜れ潜れ潜れ。うん。あ、クイーンとロイちゃんがここで合流できますね、一応。ウッドランチャーの中身には、エレクトロタイタンも入れてたことで、まあ、ある程度、ウッドランチャーの方でも援軍がケアできるような形を取ってた対応ですね。こうなるとタウンラバルをいくと思うんですけど、そうですね。ロイヤルチャンピオンがギリ延命できるかなぐらいのタイミングでスタートしていく。タウンホールフリーズかけつつ、こうなると、ロイヤルチャンピオンディギーがいないので落ちましたね。まあ、言っても今のは間に合わなかったですね。さあ、レイジトームかな。トルネがあっても仕方ないんで、うん、ありますが、ここはタウンホールは突破しつつ、ちょっとこのトルネはうざいですね。真ん中モノリスが厳しくなってくるかな、こうなると。バルーンは全部落ちていく。ただしっかり手元にはバルーンを残しているので。さあ、ウォーデンなんかめっちゃ進んだな。フリーズヘイスト。対空砲がウォーデンを先に取ってしまいました。ストライカー刺していって、ロイヤルチャンピオンのところまでは処理はできない。いやー、今のいけないか。ベビドラも裏から差しつつうまいんですけど、ロイちゃん処理ができなかったのが苦しいですね。対空砲まで折れないとなると、回収ユニット空飛んでるやつしかいないので、どこまで伸ばせるか。めちゃくちゃ欲しいな。モノリスが折れないっていうところと、グジ区画っていうのが今ので残っちゃいましたね。プランとしてはかなりうまく、ロイちゃんまで飛ばせてればワンチャンもうちょっと伸びてたんじゃないかな。多分そしたらウィズ島のところまではバルーン届いてたような気がする。そうなると。ベビドラもね、死んじゃったし。ロイちゃんにやられたな。93% というのがラインなんですけど、ギリギリ届かないか。うわぁ、90%。さあ、ラストアタック対戦相手。またしてもスーパーボーラー編成。相手はパーセントがリード取れてるので、前回を取れば対戦相手の勝ち。星2であれば何パーセントでも負けという最終アタックですね。さあ、オデヒースタートからのウォールブレーカー拡張。富士の方にスタートしていきたいというところ。さあ、突撃艦イエティですかね。タウンホールを突破させつつって感じかな。まあ、追加でモノリスまで降りたいですね、そうなると。そうなると、まあ、モノリス折れなくても、一応、出てるルートであるって感じですかね。この対地クロスが、打てないのに、こっち側には打ってくるっていう嫌なクロスボウになりつつ、終点のね、マルチ対地オデンキングっていうところが結構重いので、そこをどう攻略しようと考えてるのかみたいなところは結構大事になってきますが、クイーンで引っ張って戻していって、このね、内側、ね、ジャンプ使っていくと、ほら、こいつが攻撃してくるんでね。あー、キング、外周流したかったところなんですけど、これそれましたね。さあ、突撃艦合わせていって、ヘルトンの呪文早いですね。もう使っていく。マルチ IT 残ってるんで、あんまり有効ではないですが、まあ、どっちにしろこれトームかけんなら、かけなくてよかったんじゃないスケルトン。さあ、ここでレイジ、イエティだと思うんですが、フリーズ、レイジ、イエティ。さあ、タウンホールもしっかりケアしつつ、モノリスの方まで突破していって、うまいですね。この辺はかなりいい展開。さあ、リクスケルトンが、あ、まあね、ネクロの方のスケルトンの方が、特殊のね、アーチャーターンに対しては結構弱いので、バルーンでタンクしてあげるようなね、ジャイアントのような使い道のものを使ってきました。キングが内側入ったことで、一応壁を殴って破ってくれましたが、まあ、チリジリというところで、さあ、エレクトロタイタンとスーパーボーラー、その対地クロス1本折れるとめっちゃ楽になりますが、どうでしょう。さあ、スーパーボーラーがギリギリこれは、もう大工まで降り切ってる、なんか。ロイヤルチャンピオンも回りつつ、そのスーパーボーラー有能すぎるな。ハイチクロスのターゲットずーっと取って、スーパーボーラーもまだ外周部から2体いますね。ロイヤルチャンピオン、ブーメラン早めに飛ばしつつ、ここにフリーズを打っていきます。マルチ IT にもこれ入ってるんですよね、ずっと。しかも大工が直すせいで、スーパーボーラーのバウンドダメージ、呪文ターのあれで届いちゃった。いやー、対地クロスずっと止めてる。この対地クロスの攻略方法はスーパーボーラーをここに一体だけぶち込むっていうのが正解だったんですね。いや、その攻略の仕方。
いやー、ヒーラーがついたのはね、上振れたね。ヒーラーいなければね、この辺のユニット溶けて、タイチクロスが2本ずーっとここから攻撃してきて、苦しい感じにはなったんですけど、いやー、これはいかれたな。このスーパーボーラーにヒーラーがついてずっと残ってたのは、だいぶ上振れたな、これは。いやー、ナイス全開だ。はい、というわけでね、終わりまして14対14の破壊率敗北というね、とんでもなくハイレベルな試合になりましたね。まあ、かなりいい前回も多く、対戦相手の方もね、うまかったですね。多少知ってる多少強いクエランよりも圧倒的に強かったですね。まあ、スーパーボーラーっていうのがね、結構レベルも上がっており、まあ、あんまり対戦で使われる機会はあんまり見てなかったんですけど、まあ、ガクとかね、森尾さんは結構スーパーボーラー使って前回取りまくってたし、レジェンドリーグとかもね、スーパーボーラーかなり強いみたいなので、対戦相手もね、しっかり使っていい前回取ってましたね。ちょっとね、悔しい負け方になっちゃったかなというところですが、いい対戦が見れたかなと思います。というわけで今回こんな感じで終わりたいと思います。チャンネル登録、高評価でしてお願いします。どうぞよろしくお願いします。さよなら。